今からね、お尻を触っていきます。で、頭からこう神経が出てて、お尻の疲れを腰の疲れとか背中の疲れとして頭が間違えてしまうことが多いので、うん、しっかり緩めていきます。で、私がわざわざ説明してるってことは痛いよってことですから頑張ってくださいね。はーい、はーい、あっ、ここ、わあ、言われてた足のしびれとかもここから来ることが多いので、しんどくなってきた？ちょっと一息する？無理しちゃダメ。大丈夫です。気持ち悪くない？大丈夫？大丈夫。あんまり我慢して、しんどかったりして無理に続ける必要ないからね。大丈夫。いける？本当に気持ち悪かったりしたら言ってね。はい。はい。よっしゃ。お水とかも出せるからね。本当大丈夫？大丈夫です。でもまだ我慢できる。でもなんかスッと緩んだ感はあるけどね。細かいところね、指で押さえていきますよ。楽になったね。では反対側触っていきますよ。左よりマシだね。うん、あ、全然マシか。なんか左なんかね、一瞬気持ち悪くなったけど、うん、それを抑えて取れたらなんかスッとしたもんね。スッとしました。全然違う痛みが。ね。うん、ね、気持ちいいでしょ。
ではこちら側を上にして横向いて寝てもらっていいですか。横向き。ちょっと私お水飲ましてね。はい。すみません。今からね、お尻のね、太ももね、はい、お尻の筋肉ってここからここまでくっついてるので、ここをしっかり緩めてあげると、あの腰痛とかに効果的なんですね。はい。で、私がわざわざ説明するってことは？痛い。そう、痛い。さすが。頑張ります。はい、頑張ってください。お！違いますね、場所によって全然。だからここ押さえたら、うん、こっちで来たりとか、うん、響きますね、前に来たりとか、この辺に行ったりとかね、うん、それによってやっぱ違うんですよ。足がしびれる。そう。あー、 YouTube の動画で言ってくれると、違うところに響くよとかって、うんうん、毎晩見てるんですけど、ね、はい、で またね、これ受けてから見ると、うん、あ、わかるってなるね。そうですよね、みんな暴れてますもんね、うん、あれかみたいな。わかる。やっぱされることに、うん、この気持ちが変わる。みんな見てる、ありがたいことです。いや、でも通えば楽になるんですよね。楽になってきます。それを信じて頑張る。今日は1回目が一番痛いんだけど、うん、まあ1ヶ月後までぐらいに、うん、まあ2週間とかの方がいいんだけど、うん、まあもう1回とか来るとそこまで痛くない。もうその違いが感じられなかったら、まあ2回目ないんだけどね、うん。反対側も来ました。反対側、反対。よいしょ。よいしょ。
体がって言われてたもんね。うん、右足か。痛いのは右足だけど、左の方が痛い。ねえ。あれ、でも、右足をかばってたのかね。だと思います。うん、結構半年ぐらい歩きづらかった。うん、ここが硬いからね。あ、やば。下向きで寝ましょうか。はい、よいしょで、背中サラサしてもらうと、ほら、なんかちょっと柔らかくなってるの分かります？なんか柔らかくなった気がする。うん、で右肩、左肩の方が痛いんだってね。はい、そうだね。ちょっとこの辺痛いけどね。よいしょ。じゃあまあ左からね、右の方に。